こんにちは、ゆきりんくトラベルです。今回はメズム東京のホテルレビュー動画をお届けします。2021年夏に宿泊しましたので詳しくお伝えします。客室はチャプター2キングエグゼクティブガーデンビュー、チャプター3スイートをレポートします。その他オリジナルアメニティや客室にあるピアノ、プライベートサロン、クラブメズムでのワーケーションの様子などもお伝えします。マリオットボンボイの加盟ホテルで SPGMX カードの特典もあります。もちろんポイント宿泊も可能なホテルです。ホテルは東京港区のオフィスや商業施設、劇場からなるウォーターズ竹芝のタワー棟にあります。2020年4月にメズム東京オートグラフコレクションとして誕生しました。電車でのアクセスをお伝えすると、竹芝から徒歩3分、浜松町から徒歩6分、大門から徒歩7分となっています。東京駅丸の内口から無料の JR 竹芝水素シャトルバスでもアクセス可能です。その理由は JR 東日本グループとマリオットインターナショナルが初提携して作られたホテルだからです。交通手段の選択肢が多いのは嬉しいですよね。では早速ホテルの中に入っていきましょう。ホテルロビーは16階にあります。メズム東京はゲストの要望に柔軟に対応できるスターサービスを設立しています。羅針盤デザインのシンボル、すごくおしゃれですよね。ホテルはビルの16階から26階です。高層階から見下ろせるガーデンビューに心が躍ります。ロビーにはヴィンテージのグランドピアノがあって、生演奏が行われることもあります。日中であれば私たちゲストも弾くことができます。奥に見えるのはバー&ラウンジのウィスクです。芸術家のアトリエをテーマにした空間だそうで、特別なひとときが過ごせそうですね。宿泊者でなくても利用ができて、テーブルに電源や USB 充電ポートがついています。客室はチャプター1から4の4タイプに分かれています。今回はまずチャプター3のスイートの客室を見せていただいたので、そちらからご紹介します。チャプター3スイートのすべての客室は浜離宮恩賜庭園を一望できるバルコニー付きのガーデンビューとなっています。ベッドルームのコーナーウィンドウは開放感が抜群でした。水回りは使いやすいダブルシンク、アメニティは後ほど詳しくお伝えします。客室にはユニークな魅力もありました。特殊なインク、忍者インクが使われていて、このようにフラッシュ撮影をすると縁起物のだるまの顔とホテルコンセプトを和風にあしらった絵柄が浮かび上がります。さて本日宿泊する24階の客室へ向かいます。ルームタイプはチャプター2キングエグゼクティブガーデンビューのお部屋です。17階から26階に位置していて、43から44平米の広さです。キングサイズのベッドなのでゆっくりと過ごせます。わあ、本当に絶景ですよね。正面にスカイツリーも見えます。ソファーも広くてくつろげそうです。ウェルカムスイーツは大好きなチョコレートで嬉しかったです。素敵なメッセージとともにいただきました。ベッドサイドは機能的にまとめられています。このレトロな黒電話可愛いですよね。実はプッシュ式なんです。照明コントロール、電源、 USB ポートがあります。ホテルのサービスやインフォメーションはすべてこのタブレットから確認できます。今回私はホテルの客室でメイクレッスンを受けるパッケージの宿泊プランで泊まっていたので、客室に大きな鏡が準備されていました。この洗面スペースに置かれた本の正体はなんとアメニティボックスなんです。冒険小説がモチーフだそうで、おしゃれだなと思いました。歯ブラシ、櫛、シャワーキャップなどが箱に入っています。バスルームについてはまた夜もレポートします。冷蔵庫の中はすべてフリードリンクです。無料のミネラルウォーター、コーヒー、紅茶などももちろん用意されています。富士屋とホテルがコラボしたオリジナルパッケージのミルキーが可愛いです。そしてなんとすべての客室にデジタルピアノが設置されています。 Bluetooth でつないだり、自動演奏で BGM を流したりできます。実は私、小さい頃にはピアニストを目指していた時期があるんですが、
久しぶりに無心で集中していたらリフレッシュできました。バルコニーに出てみましょう。この日はあいにくの曇り空だったんですが、正面奥にはスカイツリーが見えます。浜離宮恩賜庭園の森に飛んでいく白鷺の姿も見えました。右手には湾岸沿いのビルやタワーマンション群が見えますね。さて、これからメズム東京のプライベートサロンクラブメズムに行きます。25階にあって、コンセプトはジャパンフロー。現在は会員制ですが、今回の私のようにクラブメズムを利用できる宿泊プランで滞在すると、宿泊中にはこちらの空間が利用できます。和モダンな内装が素敵ですよね。世界的に有名なジャパニーズウイスキーなど、日本ならではのアルコールがたくさん用意されています。私のようにお酒が弱い方は、もちろんお茶類やソフトドリンクもあるのでご安心ください。チョコレートのマリアージュを楽しめました。緑茶とチョコレート、もうこれだけでとっても幸せな気分です。浜離宮の緑がすごく綺麗です。都心でこの静寂は本当に贅沢だと思いました。船の汽笛の音が時折聞こえてきます。いろいろな船を見ているだけで癒されました。今回私が宿泊したのが、島田千秋メイクアップアカデミーとコラボしたパーソナルメイクレッスン付きのプランです。実はこのアカデミーはホテル従業員のヘアメイクの監修もされているみたいです。すっかりディナーの時間です。インルームダイニングでハンバーガーをオーダーしました。お風呂に入ります。頭上にはレインシャワーもありました。メンズスキンケアブランドバルクオムとコラボレーションしたジェンダーレスアイテムです。バスソルトも同じブランドでした。バスルームにはライトコントロールのスイッチがあるので、このように徐々に暗くしていくと気持ちがほっと癒されました。着心地の良いバスローブ兼パジャマを羽織ってバルコニーに出て夜風に当たります。少し霧がかっていますが、都会の夜景と夜風が心地よくて、ついバルコニーで夜更かししてしまいました。ベイエリアのマンション群、スカイツリー、オフィスビルなどが輝いています。翌朝はまず目覚めの一杯ということで抹茶を立てていただきました。朝食会場16階のシェフズシアターに向かいました。オープンキッチンになっている明るいダイニングレストランです。今回いただくのはコース仕立ての朝食、メズムブレックファーストです。まず五感ドリンク、この日は日替わりスムージー、ヤクルト、リラックスウォーター、ビネガードリンク、ミモザの5種類でした。ミックスリーフサラダ、サンドイッチ、フルーツ、ヨーグルトなどがサーブされました。ホームメイドデニッシュも選べます。エシレバターと平飼い卵を使ったオムレツはふわふわで美味しかったです。私は紅茶を選びましたが、コーヒーはサルタヒココーヒーによるオリジナルブレンドです。朝食の後は再びプライベートサロンクラブメズムへ行きました。今日はお茶を飲みながらくつろぎながらもしっかりリモートワークをします。都心にいながら水辺でリフレッシュできるラグジュアリーな滞在でした。メズム東京はホテル会員プログラムマリオットボンボイの参加ホテルです。後日仲良しのお友達とウィスクでティータイムをしました。メズム東京もレストランやバーが SPG のアメックスカードで 15% ディスカウントされます。こちらのケーキは盛り付けがアーティスティックでとてもおすすめです。
今回もご視聴いただきありがとうございました。これからもホテルや飛行機、旅行の動画などたくさんアップしていきます。また次の動画でお会いしましょう。